バファローズ対ジャイアンツの一戦をお伝えします。まもなくプレーボールです。初球打ち、左中間への当たり、長打コースになる。先頭バッターが出ました。初球打ち、センター前ヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。さあチャンスでクリーンナップに打順が回ります。初球から打った、サードの横を破った。三塁はセーフです。タイムリーヒット、1対0、1点リードに変わりました。さあチャンスで4番バッターを迎えます。初球打ち、三遊間抜けた、レフト前ヒット。タイムリーヒット、2対0リードを2点と突き放します。なおも2塁1塁のチャンス。これは決まっています。ジャイアンツチャンスを迎えています。第2球投げた、ナックルカーブ決まった、すぐに追い込みました。ボールカウントはノーボールツーストライク。第3球投げた、空振り三振。まずは三振で切り抜けました。打席には6番バッターが入ります。ツーシーム決まった。ワンアウトランナー二塁一塁。第2球投げた、ナックルカーブ決まった。あっという間に追い込んだ。追加点のチャンスを迎えているジャイアンツ。第3球投げた、見送ってボール。ワンアウトランナー二塁一塁。第4球投げた、打ちました、一二塁間破った。二塁ランナーは三塁を回った。二塁ランナーホームイン。なおも二塁一塁のチャンス。タイムリーヒット、3対0。初球から打った、三遊間抜けた、レフト前ヒット。低めのストライク。追加点のチャンスを迎えているジャイアンツ。第2球投げました、強烈な当たり、レフトへの当たり、長打コースになる。二塁ランナー三塁を蹴ってホームイン。5対0、さらに突き放しました。なおも三塁二塁のチャンス。ジャイアンツ、ここで代打を起用します。初球から打った、センターへ持っていった、ヒットになります。二塁ランナー三塁を蹴ってホームイン、タイムリーヒット。7対0、さらにリードを広げます。ベンチの期待に応えました。ピッチャー疲れているようです。ここでダイソーを送ります。打った、ピッチャー取る。打った、一塁送球、記録は内野安打、一塁はセーフです。打った、ピッチャーゴロ、ピッチャー取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ見送ってボール。第2球投げた、アウトコース見送っています。第3球投げた、ストレート決まりました。
第4球投げた、打った、ファースト取ってアウト、ワンアウト。縦スライダー決まった、第2球投げました、ファウルボール、ファウル。ボールカウントはノーボールツーストライク。第3球投げました、見逃し三振、ツーアウトになりました。打った、セカンド取る、一塁送球、一塁アウト。この試合はボールのゲームとなりました。Thank you.